今日はアルコール依存症とね、栄養障害というお話をしてみたいと思います。僕は最近というか、ここ10年弱ぐらいですけども、栄養治療というのをね、一般の医療とそれからもう一つ栄養治療の組み合わせで精神科の治療を主にやってきてますので、ただ僕はアルコール依存症を始めたのが昭和60年ぐらいがちょうど勉強に行ったスタートだったので、当時からさまざまな栄養障害があるとは聞いてたというか分かってたんですけど、あんまり焦点を当てなかったんですね。で、その間に普段見ないような栄養障害の患者さんいっぱい見た経験があります。味覚障害ね、急に味がもう全くなくなりましたってある日入院患者さんが言い始めましてね。でそんなことがあるもんかなと思ってですね。で、ちょっと気分も落ち込んでた人なので、うつかなんかがあったから、うつの時には味覚は結構落ちてくるのでそのせいかなとか思いながらですねいたんですね。で今から考えたら完全な亜鉛不足だったんでしょうね。で亜鉛が不足してくると、いろんな症状が出ます。皮膚がとにかく荒れてきます。結構長期にお酒飲んでる人で皮膚荒れてる人多いですよね。それから、男性だとちょっと性機能が落ちてきます。それから、口内炎だとかですね、そういうようなものもできやすくなってきますというふうにいろんな症状が出ます。それから今日その中でも一番こう話したいのはですね、ビタミンですね。ビタミンの B 群、でビタミンの B 群のお話をこうしたいと思うんですけども、たくさんお酒取ってると飲んでるとですね、その B 群の吸収の障害も当然出てくる、片方では出てくるし、もう片方ではですね、お酒というものが分解されていく過程の中でね、大量にビタミン B も使うんですね。なんか入ってこない、吸収しないのに使う分だけはやたら多いわけですから、どんどんとビタミンが減っていきます。でその中の、B 群っていろんな番号がついてるんですけど、 B1 っていうのチアミンっていうんですけどね、でこれが結構不足すると怖いんですよね。死に至る場合もあるんですけども、まず出てくるのがチアミンが少なくなるとですね、記名力障害、記名力の低下ですよね。でこういうのを病名でいうとウェルニッケ・コルサコフ症候群っていう名前で呼ぶんですけども、ものが覚えれなくなってきます。ちょうどアルツハイマーのね認知症ってなんですが、そういう人と非常によく似てるんですよね。でとにかくちょっと5分10分前に言ったことすらもう覚えれないなんていう状況になっていくんですね。でこれはだから非常に重篤な場合はそうです。だからもっと軽いものだと、最近物忘れがひどいんで あるんですよねって、まだ40代で物忘れ早いんだけど物忘れがですねあるんですっていうものからずっとですね、もう5分前の記憶がないまで実にさまざまな症状があります。で、これはねどこがおかしいのかというと当然頭なんですよ。だからアルコール依存症っていうのはお酒の害ももちろんストレートな害もあるけども、お酒飲むことで十分な栄養を取らない、吸収できない、そういうさまざまな、ね、栄養障害があるので、脳障害っていうのはかなりの率でこう起こるわけですね。でこれはね結構大事なことなんです。でここを理解しないと脳障害が起こっているので、お酒をやめるということとか、お酒の害がどれぐらい出てるかということの認識とか、そういうものがかなり悪くなっているんです。だから半分お酒によってできる認知症みたいな部分っていうのはどうしてもあるんですよね。でそれが分かっていればお酒の病気だなというのを捉えるんですけど、
分からない家族なんかはですね、もうとぼけてると、いい加減にしろというふうに怒りが出てくる場合もまあまああるわけです。で、僕はまあ見てきたアルコール依存症の人で物忘れが最近結構ありますと、イエスですかノーですかって言って、いや全然ありませんとしたらあんまり見たことありません。かなりの率でこれは起こっています。まあ、当然といえば当然なんですね。で、まあでこれのまあちょっと僕が見てきた中でやっぱり厳しかったなと思うのはですね、当時何床でしたかね、かなりのまあ人数が入るアルコールの専門病棟を任されてやってきた時はことがあるんですが、でその病棟の隣がまあ認知症の方々が入っている病棟だったんですね。50床ぐらいだったかな。でその中にですね、入ってきたのは我々のアルコール依存症として入ってきたんだけども、経過を見ている中で、まあ、このウェルニッケ・コルサコフ症候群ですよね、経過を見ている中でもう家にはやっぱり戻りようもないなということで隣の病棟に移っちゃいましたという方が、まあ、僕の記憶の中では3名あります。でそのいずれも元に戻ることはなかったです、僕がいる間ね。でまず自分の名前がは何とか分かりますかね、名前はさすがに分かります。でも今のその日付とかそういうようなものはほとんど分からないです。で場所も分からないです。だからここが病院だっていうことは分からなくて、中には今からちょっとおいとまくださいっていう仕事もう終わったので帰らせてください、ね、どう見たって病院の入院してる施設なのにそういうふうな話をかけてくるとかね、まあ、そういう大変厳しい状況の人たちを見てきました。で、まあ実はね、アルコール依存症ってあんまり精神病って呼びたくはないのですが、ノイローゼみたいなやつは神経症なんですけども、精神病というのがあるんです。これは何かというと、一つは幻覚とかですね、妄想を主体としたいわゆる統合失調症といわれる病気ですよね。それからあとは感情障害のうつ病ですね、まあ、こういうのは二大精神病、まあ、躁うつ病も入ってもいいですというふうに呼ばれた時期があるんです。でその中で3つ目というとこれなんですよ、アルコール依存症、いわゆる薬物ですね。アルコールをはじめそういうふうな薬物に、コカインでも、まあ、はいですね、まあ、大麻でも覚醒剤でもそういうようなものの中毒が入るので、これを まあまとめて、まあ、三大精神病と呼ぶんですね。でね、僕もこれの意味っていうのはあんまり医者始めた頃あんまりよく分からなかったんだけど、長年医者をやっててですね、でアルコールの患者さんを見てて思うことは、まあ、何度もいろんなところで言うんですけども、アルコール依存症って実は、ね、これもあんまり嫌な言葉ですが脳病ですよというところが結構大事なポイントでもあるんですね。で、まあ、当時、僕も認知症病棟と両方持ってた時にその頭の CT なんかをたくさん、まあ、見たわけですけども、まあ、認知症になるともう明らかにね、その CT で脳質が拡大して、そしてもう脳の厚さがもう薄くなってきてですね、まあ、変性、脳の細胞が変性していく、でどんどんとそれがなくなっていく状況って分かるんですが、アルコール依存症でまだ50代の人でもですね、かなりの率でそういう人が多いということなんですね。で、まあ、その両方並べて見てたらどっちがどっちか本当に分からないという人たちもたくさんいます。で特に目立つのが小脳の変性症、小脳の萎縮ですよね。これはね、アルコールでは大変多いです。で小脳っていうのはちょうど、まあそうですね、割と分かりやすい画像なんですけども、ちょうどセミのお腹みたいにこう筋がいっぱい入ってくる画像です。でも見るもの見るもの、そういう小脳萎縮の人がほとんどだったんですね。だからよく
長くお酒飲んでるうちに、歩き方がねちょっと変になってきて、でこうまっすぐこう歩かないでちょっとこう幅を広くしてですね、よたよたと歩かないと歩けなくなってくる人たちいますね。あれはまあ、バランスがだんだん取れなくなっていくんですね。まあ、そういうふうなものもたくさん見てきました。で、まあ、こういう話をするとね、じゃあどうなんでしょうと、お酒長く飲んできた人はもう一生その脳病とお付き合いしなきゃいけないんですかっていう話になるんですが、まあ、ここから先はですね、なかなかアルコール依存症って明るいんですよね。だからお酒をねやめちゃうとどうなりますかっていうことになると、もともとはアルコールの直接のどうも障害という部分は少ないと僕は思うので、栄養障害ですからね。だから栄養が足りないんだったら栄養が取れるようにさえなれば回復する可能性大いにありなんで、臨床的に見てるとね、もうまあそれが正しい見方だろうというふうに思うわけですね。だからすごいラッキーなんです。で、まあ、大体どれくらいやめてれば元に戻るかというとですね、やっぱり数年なんですよね、これがね。もう人によって違うので、こうあえて数年っていうふうに言っておきますけども、これくらいはかかると心しておいた方がいいと思います。で、特に家族の方も、これくらいはかかるんだよねってお分かりになっておいた方がいいし、で本人もちょっと自戒しておいた方がいいかもしれないですね。まあ、コンピューターに例えて言うと、そのやっぱ頭の能力、まあ、全体が実は落ちていくので、やっぱりフリーズしやすい状況だということですよね。だから一つの仕事をこなせばいいんですけども、だからまあアルコール依存症回復の人にあんまりあれもこれもあれもこれもいろんなことを同時に考えるようにしちゃうとですね、フリーズしちゃう可能性あります。だからまあ一つずつ、まあ、ゆっくりと物事というのは解決していきましょうっていうふうな基本的な姿勢が必要な気がしますね。で、まあ、それとだからこの回復にあたっては栄養に気をつけてくださいということなんですよね。で、栄養の中でもやっぱり頭の回復をさせるには何が一番大事かというとタンパク質ですね。昔友達、高校時代に友達のお父さんがいましてね、これでその友達からいつも話聞いてたんだけど、うちの親父は3度の飯より酒が好きだって言うんですね。で、どういう食事取るのって言ったら、お茶漬けじゃなくて酒漬け食べるって言うんだよね。ご飯に酒ぶっかけて、でそれでズルズルズルって食べるんですって、おかずをなんかつまんで。だから そういうすごい話を聞いたことがあって、当時僕もね学生でよく分かりませんでした。まあ、世の中には豪快な人もいるもんだなと思ったんだけど、今から考えたら限りなくちょっと何か危ないお父さんだったんじゃないかなとこう思うわけですけど、まあ、そういうね、食事の中でこうあんまりタンパク質っていうのは少ないですよね。それからお酒飲む人っておつまみなくても依存症になると飲んじゃいますよね。だからおつまみ取りながらそんなにお酒を味わうなんていうもう飲み方じゃないわけですよ。体の中の血中濃度をグイッと上げることが目標的なんで、そんなまどろっこしいことをやってられないんですね。ということでこのタンパク質なんかもものすごく少ないと。で、人間の体って基本的にはタンパク質ですから、やっぱり回復にあたってはタンパク質をたくさん取ることですよね。で、血液のまあ、データ見てですね、アルブミンっていうのが、総タンパクの次ぐらいにどんな検査センターでも出てくるんです。で、これをやっぱりね 4.5 以上ぐらいに保ってやらないといけないですね。そうなると結構いろいろ食べるもの忙しいです。お肉も食べるね、それからお魚でしょ、お豆腐、卵、そういったものを積極的に摂るようにしていかなきゃいけないということですね。で、
あとは足りなくなっているものはこの辺のビタミン B 群ですから、ビタミン B もですね、これもしっかり取っていかなきゃいけません。で、本当に欠乏している人にとってビタミン B 群を食事で賄えるかというとかなり厳しいです。だから、断酒して半年ぐらいから1年ぐらいはできることであれば、サプリメントをうまく使って取った方が賢いです。B1、B2、B6、だいたい1日100ミリぐらい単位で取った方がいいと思います。100ミリってかなり多いですね。厚労省が示しているその必要最低量なんかの10倍、20倍量ぐらいかもしれませんが、それぐらい取らないと間に合わないんですね。で、プラスね、ここでもう一つ大事になってくるのはナイアシンですね。昔ビタミン B3 と呼ばれたんですけども、ちょっとビタミンの定義に合わなくなっちゃったということで B3 から外されたんですけども、ナイアシンですね。で、これはかなりの量が必要だと僕は思っています。1000ミリから3000ミリぐらいですね、1日ね。これはこれぐらい取っていった方がいいと思います。あとミネラルなんかでいうとマグネシウムですね、それから中には鉄不足の人もいますね。こういうミネラルの入ったサプリメントなんかも積極的に取っていった方がいいというふうに思います。で、さっき言ってた亜鉛ですね、これも大事ですよね。こういうことをね、補助的に使うことで頭の回復がかなり早いです。で、頭の回復が早いってことは、ね、ちょっと考えてほしいんですけども、本当頭が参ってる状態で、ね、お酒をやめろと言われても厳しいですよね。飲みたいというすごい飲酒欲求も片方にある。で、片方で自分のことも考えてやめなきゃと思う。でも、どっちが勝っちゃうかといえば、頭がなかなかそこまでこうやめる考えにこう組み立てられないわけですから、やっぱり飲みたい方が勝っちゃうんです。で、それで、ね、やめようと思ってもなかなかやめれないままずる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 いくと。で、我々のところに現れる頃には本人も家族も覚悟して本格的に治そうと思ってきますから、ね、気合の入り方も違いますよね。で、それで一日一日こう断酒していくわけですけど、僕らみたいに頭の中が話してるとだいぶ参ってるなということもある程度わかるわけで、でこの人参ってるんだけど、よく本当によく頑張ってるよなっていうのを日々見てるわけですよね。ある意味では感動ものなんです。人間ってこう本当にこうやる気を出せば、ね、どこからそんな力が湧いてくるんだろうと思うぐらい頑張る人もまた出てくるわけなんですね。で、その時にね、やはりこういう栄養のことをよく知っていただいてですね、補助をしてあげるっていうことは治療者としては本当に必要なことではないかなっていうふうに思うわけです。ということで、今日はアルコール依存症と栄養障害のお話をしてみました。